安土桃山時代にかけての武将。道の区の戦国大名。本生は源氏。家系は、生は源氏の一家系。川内源氏の傍系、海、源氏の流れを組む。南部氏第二十四代当主。永正十四年、1517年。南部氏第二十三代当主。南部康信の着難として生まれる。天文六年、1537年。 死和軍で、我が吉勝、芝市の軍勢と戦う。天文八年、1539年に、家臣の赤沼備え中に背かれて三古城を焼かれ、多くの文書を失った。この年、上落して、室町幕府十二大将軍、足利義春より、晴れの一時を配慮された、南部彦三郎とは、南部春政のことであり、幕府から、南部思想領の地位を認められたと言える。 天文九年、1540年、戸沢聖康、芝京戦の岩手軍侵攻に対して、叔父、石川隆信を向かわせ、戸沢聖康を秋田に追放し、芝京戦を撃退して、岩手軍を手中に収める。天文十年、1541年、南部氏の家督を継いで、第二十四代当主となった。まずは謀本を起こした工藤氏を討ち、 家臣により消失させられた三古城を再建して南部氏を統一する。ただし、安信から春政への家督相続に関しては疑問の点が多い。近年の説では、この頃の南部氏は根城、八の系形と三の系形に分裂しており、本来は根城系が南部市宗家であったが、三戸系の春政がこれを打ち取ったという見方がある。またそもそも、春政と父 安信以前の経図に疑問点が多すぎ、本当に三考南武士なのかどうかも疑わしい。春政には男子がなかったため、A68 年、1565年に、石川隆信の子、田子信長、春政に取りいとこで、後の南部信長を、長女の婿にして、養子氏として三考城に迎えた。永禄九年、1566年、安藤愛希は、被内の浅利氏残党。 兄地方の河西一族を中心とした五千の兵を使わして南部領である和野軍を襲った。この際は長牛城、現在の秋田県和野市八万体長牛の城主、一戸智義の奮戦と早い、降雪により安東軍は退却する。a 六十年、五百六十七年、愛機率いる六千の兵が長牛城を再度襲った。春政は北市、 南市、東氏らの軍勢を救援に送り、今度も安藤軍は退却するが、愛機は諦めず、同年またも長牛城を攻撃して落城させた。A61 年、1568年、春正は、養子、信直と共に、大湯、現在の秋田県和野市と和田大湯に着陣し、南部一族の久野戸正美が参が、田代、 現在の秋田県和野市八幡台三家殿に入り、南北から攻撃する形をとると、和野軍の安藤軍は降伏し、脱会に成功した。またこうした戦いの中で、八戸正義、一都政蓮、九戸正美らに、実名の一時、生を与えた可能性があるとされており、これを行うことで、主従関係の構築、強化を図ろうとした。南部市の領土藩とは、 北は、現在の青森県下北半島から、南は、岩手県北上川中央部までに広がり、三日月の丸くなるまで南部寮、旅で空の月が三日月の頃に、南部寮に入ると、連日歩いても、寮内を通り抜けられるのに満月になるまでに数が、かかるぐらい、南部が治めている領地は広大だという意味と謳われた。ところが、元気元年、五百七十年に、実施。 春次が誕生すると、春政は養子である信直を疎んじるようになる。元気2年、1571年、同じ南部氏族の大浦亀信、後の津軽亀信が、信直の実父、石川隆信を突如打ち取ったのを皮切りに、周りの南部系の豪族を次々と滅ぼし、最終的には、津軽、外ヶ浜、ぬか信の一部を占領した亀信は、 同族の領土をすべて自分のものにしようと、目論んでいたという。しかし、春政は、信長との争いにより、自ら手を出すことをせず、差し向けた、東伐軍も打ち破られてしまったという。信長との確執は続き、八戸家電機によれば、元気三年、1572年に、川森田村の美写門堂へ参拝した信長に対し、自ら手勢を率いて襲撃。 信直は、鉄砲で狙撃し、春政を落馬させ、また、それを解放していた、九の辺寂地下、春政の次女の婿にも打ち当てたという、一触即発の事態に陥るかと思われたが、天正四年、1576年、信直の性質、春政の長女が創生すると、身の危険を感じた信直は、春政の養子氏の座を辞退した五条に引きこもり、 四角の脅威から逃れるため北信愛の県予市場や八戸正サの城などに身を隠したという。春政はなおも、信長への不信を抱き続け、南部家内は、春政並び九古市の連合と、信長を名手とする南長吉、北信愛の連合の間で対立していく。天正十年、1582年、病死。去年66、死後、家督は、 百南の南部春グが継いだ。三古南部市、森岡藩主南部市と大浦南部市、広崎藩主津軽市の家電には食い違いが多く、この時代の北大浦の研究は進んでいない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。